はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、現代人にファスティングが必須な理由についてお話しさせていただければと思います。はい、これですね、結構毎回ですね、私のお客様にですね、説明するとってもわかりやすい方法があるので、今日ご紹介させていただければと思うんですけども、はい。今ですね、結構ヘルシー志向の方も増えてですね、そういうオーガニックだったりとかですね、そうですね、無添加だったりとかですね、そういったものを気にされて取られてる方、自然食のレストランが増えてきたりとかですね、多いんですけども、それも大事ですけど、もっと大事なことがあるんですよっていうお話です。で、皆様のですね、体っていうのが、ですね、コップだと思ってください。コップ。コップですね。で、コップの中にこう水が入っていてですね、これが、私たちの体だと思ってください。体の中の、そうですね、血液っていうふうに考えていただくと分かりやすいかもしれません。この血液の状態ですね、体の中が、この状態でですね、例えば、じゃあ泥水になっているとしましょう。汚れています。汚れた血液、はい、この中にですね、例えばですね、きれいなお水を入れるとしますよね。こうやきれいなお水を入れます、はい、きれいなお水を入れたとして、このコップの中はきれいになりますかっていうお話です、はい、泥水の中にきれいなお水を入れて、そのコップの中身きれいになりますか。きれいにならないですよね、はい、ちょっとこう薄くなるかもしれないですけど、きれいにはならないんですよ、はい、っていうお話なんですけど、お分かりになりますでしょうか。これがですね、現代人の体の中だと思ってください、はい、要はですね、いくらですね、食事に気をつけたりとか、気をつけてない方もっとそうですけど、食べ物だけじゃないんですね。例えば大気汚染だったりとかですね、そういったもので中に入ってきてしまいます。こう少しずつ少しずつ体の中に溜まってしまうんですね。溜まってしまっている状態でいくら綺麗なものを入れたとしてもですね、体の中っていうのは綺麗になっていきません、はい、なのでですね、私は定期的なファスティングを提案していて、私自身も3ヶ月に1回行っているんですけど、まずですね、綺麗にしてあげるんですね。空っぽにしてあげて、コップの中身をきれいに全部出しちゃって、コップ自体も洗ってあげます。コップ自体もきれいにしてから、そこからきれいなものを入れていくんですよ。そこからきれいなものを入れていくと、体の中ってきれいになるじゃないですか。これがですね、ファスティングが必要な理由になります、はい、要はですね、やっぱりきれいなものを取っていいものを取ろうっていうことを皆さん意識されてる方多いんですけど、それよりもですね、定期的に出してあげることっていう方が実は大事なんですね、はい、体にいいものを取っていただくこと大いに結構ですけど、それよりも大事なのは定期的に出してあげることです。定期的に出して、逆に定期的に出してあげればですね、普段ですね、私だって普段の家での食事はですね、意識していいものを取るようにしてるんですけども、やはり付き合いだったりとかですね、外で食べる時あるじゃないですか。その時にですね、いちいち気をつけすぎていてもですね、やっぱり周りの方とのその空気感というかですね、変な空気になっちゃいますよね。なので私は実を言うと外の時はですね、全く気にしないです。外食の時はもう何も気にせず、トランス脂肪酸だろうがですね、MSG だろうがですね、アミノ酸ですね、っていうものが、全然気にしないで取ります。それをなんでできるかっていうと、やっぱり定期的に出してあげる。定期的なファスティングっていうことを気をつけていれば、定期的にですね、ファスティングしてあげればですね、OK なんですね。はい。要はですね、皆さんこれからお正月前になって掃除されますよね。大掃除します。大掃除したら、じゃあ大掃除したらですね、このまま一生大掃除しなくていいんですかっ
ったら違いますよね。大掃除をですね、確かにすること大事ですけど、そうじゃなくって大掃除を一回気合い入れて思いっきりやるっていうよりも、まあそうですね、あの 7,8 割くらいの掃除をこまめこまめにやった方が家の中ってきれいに保たれると思わないですか？はい、そういった考えをですね持っていただきたいんですね。なのでいくら気をつけていてもやっぱり家の中にホコリって溜まっちゃうじゃないですか。溜まっちゃうので、それをですね、ホコリを入れない、ホコリを入れない、ホコリを入れないっていう、悪いもの入れない、悪いもの、悪いもの入れないっていうと気持ちが結構ね疲れてきちゃいます。はい、なのでそこはバランスをとっていただいて、私は外で食べるときは全然気にしないです。もう楽しくみんなで食べて飲んでですね、楽しく過ごして、普段の食事では気をつけます。で、普段の食事気をつけて、かつ定期的にファスティングしてあげることによって、この状態を、綺麗な状態を、まあ、保つっていうことですね。なので あんまりですね、はっきり言ってストイックになりすぎずですね、普段の食事できる範囲で気をつけていただいて、定期的にファスティングすればいっかみたいな感じの、ちょっとこう楽な気持ちを持っていただいた方が、私は日々の生活というか人生も楽しく過ごせるのかなっていうふうに考えています。はい、ちょっと話それてしまったんですけども、まあ、現代人にファスティングが必須な理由っていうのはですね、やっぱりいくら気をつけててもどっかで悪いものは絶対に入っちゃいますから、定期的にファスティングすることをお勧めします。それによって将来的にですね、まあ、病気になりにくかったりとか、常に若い体が保ってたりとかですね、見た目も綺麗だったりとかですね、そういったことが、そういったことが実現できますので、まあ、病院に余計な時間とお金を取ったりとかですね、まあ、その場しのぎのこう化粧品とかですね、まあ、例えばエステに行かれたりとか、そういったことに無駄な時間とお金をね、使わないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。ファスティングについてですね、ご興味のある方、下にホームページのリンク貼っておきますので、はい、ご質問等お待ちしております。無料でお答えいたします。で、お申し込みの、ページもありますので、ぜひご覧になってみてください。はい、また、ファスティングだったり健康に関してのですね、情報を日々配信しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。